はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。この番組ようやく第100回ということですね。もうかなり長寿番組になったんじゃないでしょうか。本当にここまでやるなんて誰も思ってなかった。僕ですら思ってなかった。本当によく100回もねやり続けたもんだと思いますよ。今回は第100回にふさわしい素晴らしい試合をお届けいたします。2003年の2月23日日本武道館で行われた三冠ヘビー級選手権試合、王者グレートムタ対挑戦者橋本真也の一戦です。もう文字面を見ただけでもね、胸が高鳴りますね。もう武藤敬司選手も引退するということでですね、引退までもう数少ない試合も決まったわけですけど、グレートムタなんていうともうもっと多分ね少なくなるわけなので、後世貴重な試合をね今回ご紹介することになります。グレートムタ選手はアメリカで生まれたギミックの選手と、1989年にデビューするわけですが、1990年の9月日本初登場と。そして面白いことにですね、武藤敬司選手より先に IWGP ヘビー級チャンピオンになりました。当時のことを振り返っている武藤選手のインタビュー記事をね読んだんですけども、当時は武藤敬司よりグレートムタの方が商品価値があったんではないかというようなことをおっしゃられておりました。まあそんなこともありですね、グレートムタとして NWA チャンピオンになったりとか、カルク・ホーガンと対戦したりだとか、さらにはアントニオ猪木さんの引退ロード、このファイナルカウントダウンの第一戦の相手も務めるなど、新日本プロレスにおいて非常に人気を博した選手となります。1995年にはですね、武藤敬司選手として IWGP ヘビー級チャンピオンになりました。この時の対戦相手が橋本真也選手ということでですね、今回の試合にもつながるものがあると思います。2000年の 1.4 東京ドームにおいて武藤敬司選手が蝶野正弘選手との頂上対決、 NWO ジャパン対チーム2000の対照戦を行い、この試合に武藤選手が敗北と。ここから少し新日本プロレスの距離を置くことになります。この後アメリカに武者修行に出るわけですけども、そのアメリカ武者修行から帰ってきてから少しずつですね全日本プロレス参戦が増えていきました。そして2002年の2月、小島聡、剣道家臣を引き連れて武藤敬司選手が全日本プロレスに正式入団いたしました。この入団の前には武藤敬司選手として一度三冠ヘビー級王座を獲得しておりましたが、河原俊明選手に敗れた翌日に正式入団を発表すると。そして2002年の10月、今度はですねグレートムタとして天竜源一郎選手に勝利し、初めて三冠ヘビー級王座を体感するということになります。翌年の1月、ザ・グラジエーター選手との初防衛戦に臨み、こちらに勝利するということで、今回が2度目の防衛戦ということになります。武藤選手の同期橋本真也選手、先々週もですね7月11日の命日に合わせて追悼試合を配信させていただきましたが、爆笑宣言という曲はいつ聴いてもなんか本当にこう胸が高鳴る素晴らしい曲ですね。1984年、新日本プロレスに入門した橋本真也選手、闘魂三銃士と呼ばれた武藤敬司、蝶野正弘に比べて成績が今一歩劣ると言ったような立ち位置だった橋本真也選手でしたが、1993年の9月、グレートムタ選手を破って初めて IWGP 王座を体感いたしました。その後一度だけ IWGP 王座を失ってしまうんですけども、1995年の5月に再び IWGP チャンピオンに輝いてから約1年間同王座を防衛し続けました。当時の記録となる連続9度の防衛に成功するということですね、ミスター IWGP と呼ばれるまでになりました。そして橋本真也選手というと、なんといっても UWF インター総大将の高田信彦選手との IWGP 戦ですね。橋本真也という選手によってですね、間違いなくハイライトに刻まれるシーンが生まれたのがこの試合です。見事にですね高田信彦選手から IWGP 王座を奪還するということでですね、新日本プロレスファンが歓喜したと。そして2000年ですね、小川選手との試合でこう勝てない日々が続いていた橋本真也選手でした。この頃ですね、三沢選手からもうあんなにこうプロレスラーが一方的にやられていたら弱く見えてしょうがないと、そういうようなダメ出しコメントも出されるまでになってしまいました。そこでですね、負けたら引退とまで銘打たれたシングルマッチが行われ、この試合にまさか敗北すると、本当に新日本プロレスに辞表を提出することになりました。そしてこの翌年、橋本真也選手自身でゼロワンという団体を旗揚げすることになります。この旗揚げ戦で行われたメインイベント、橋本真也永田裕二組対伊沢光晴秋山純組という、この旗揚げ戦がもう本当に伝説と呼ばれるまでになりました。そして2002年の12月、ゼロワンと全日本が少しずつ絡んでいくことになるわけですけども、この12月の興行において、全日本プロレスの選手が数名ゼロワンのリングに参戦したという記録が残っております。それがですね、先週ご紹介したの剣道家臣選手だったりとか、あと富士さんも参戦していたかと思います。そして翌年1月、今度は逆にゼロワンの橋本真也選手が全日本に乗り込んでくると。その試合は選手をご紹介させていただきました。剣道家臣選手を下し、勝ち名乗りを受けた後、メインイベントに勝利したグレートムタに歩み寄り、三冠ヘビー級王座挑戦を要求いたしました。そしてこのマイク中にですね、グレートムタ選手から真っ赤なドッキリを浴びせられて大恥をかかされたわけです。2003年の2月2日、今はなきディファ有明で行われ
われたゼロワンの興行に全日本プロレスの選手が多数乗り込んでいきました。おそらく全日本プロレス当時いた所属選手が全員ゼロワンのリングに殴り込みに来たわけです。そのシーンがこの後の煽り文にありますのでね、ぜひそのシーンを見ていただきたい。昔のね、殺伐とした雰囲気の残るこの対抗戦という感じがね、ムンムンとしますので、ぜひそこはご覧いただければと思います。このシーンを皮切りにですね、もういよいよこの全日本プロレスとゼロワンの全面戦争が勃発することになります。はい、というわけで第100回にふさわしい三冠ヘビー級選手権試合、グレート無駄対橋本真也、もうね、二度と実現することのないカードとなってしまいました。さらにはですね、武藤選手も引退されるということで、非常に、貴重な一戦、第100回にふさわしい試合、こちらをね、最後までぜひご覧いただければと思います。全面戦争やるのかやらねえ、全面戦争返せんのか、全てはここから始まった。1.13 全日本プロレス大阪大会でゼロワン橋本真也が王道マット初登場。剣道家臣をジャンピング DDT でマットに沈め、ゼロワンの強さをまざまざと見せつけた。グレート無駄が三冠初防衛したメイン終了後、なんと橋本がリングに乱入。グレート無駄、すなわち全日本プロレスのトップである武藤敬司に対し宣戦布告した。武藤、やるかやらないかどっちだお前。その言葉に対し無駄は、ムタの毒斬りの返答を受けた橋本は、おい、大変な様相です。いい返事もらったぞ、お前は待ってるよ。 2.2 ゼロワン有明大会メイン終了後、全日本武藤敬司がゼロワンリングに出現、橋本に言い放つ。全面戦争やるのかやらねえのか、はっきりしろ。この日、全日本プロレスは選手、スタッフ、総勢47人でゼロワン試合会場へ来襲した。そしてリングを占拠し、ゼロワンへ宣戦布告。橋本、全日本プロレスはな、そうだ、メジャーの団体としてゼロワンを取るぞ。おい、みんな、俺はこの場でパンダだよ、デブラ。これにより全面戦争が勃発、両軍とも一気にヒートアップした。ただし全日本プロレスには軽くなくなったから。その橋本に対し武藤はあえて頂上決戦を決意。そして今日、全日本の聖地日本武道館、三冠ヘビー級選手権で全日の至宝三冠ベルトの他団体流出というリスクをかけ、両者の戦いの火蓋が切って落とされる。今回スペシャル解説としてこの三冠戦を見守る全日本プロレスの守護神に話を聞いた。 2.23 の、 今回のゼロワンとの構想について何か感じるものはありますか？うん、そうですね、どっちかって言ったらやっぱりその若い選手とかがね、熱くなってやる気が出てくれればそれでいいんじゃないかなと思いますし、そのマスコミに出る、大きく出る部分だけじゃなくて、そういう、ね、若い人たちの熱くなってるところも取り上げてほしいと思うし、ね、三冠戦がグレート無駄対橋本真也の
そういうゼロワンと全日の、まあ、そういうトップ同士の頂上対決となりますが、まあ、この対決については、いや、トップ同士だと思ってないし、うん、そのいや武藤刑事で僕はやってほしいですよね、それだったら。なるほど、うん、グレート武藤じゃなくて、はい、なんだ、あの、まあ、武藤刑事としてやってほしいと。だってそう、変なのは別にキャラクターいらないと思うしね、うん、だから勝っても負けても本当に、このキャラクターは本当最後にしてほしいですね、僕は。だって、うん、武藤敬司っていう素晴らしい、あの、うん、レスラーがいるわけだから、うんうん、あえていらないんじゃないかなと思うし、そのグレート・ムタっていうのは、まあ、前日にはグレート・ムタはいらないと思いますね、俺は。なるほど、はい、武藤敬司で、まあ、全日本プロレスを、はい、のマットでは戦ってほしい。社長ですしね、うん、いや、久々の、テレビ解説なんで、うまくはできないと思いますけど、まあ、またその選手のことに関しても細かなことがよくわからないんで、うまくはできないと思うんですけど、こう皆さんの前に少しでも顔を出せれば、声も聞いてもらえればいいなと思ってます。さあ、そして今川田俊明選手が、この放送席にお着きになられました。さあ、もう場内からは川田コールとなっています。改めてご紹介をいたしましょう。全日本プロレスのデンジャラス系、我らが川田俊明選手です。川田さん、こんにちは。あ、よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。こうやって今実況席に座られまして、はい、率直な感想いかがですか。なんかこう僕に声援を送ってくれてるファンがいるんで、嬉しいですね。はい、もう大勢のファンがね、鎌田さんのまた王道マット登場待ってますからね、はい、また今日はゲスト解説ということで、いろいろとまたお話を伺いたいと思います。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではテレビをご覧の皆様、お待たせをいたしました。これよりは三冠ヘビー級選手権試合、両選手が登場してまいります。三冠ヘビー級選手権、グレート・ムタ VS 橋本真也、団体の威信をかけ激突。心中徐々に湧いてくる闘争心、俳優を率いて戦闘を行く者、この地を行く者なり、世の強者たちの何十年にも及ぶ乱世を変えてみたとき、己に流れる真っ赤な血潮が今またうよめ、その御霊、戦うために天狗に授かった者、この時を我のものにして天下の武士タラント橋本真也見参。ものを与えてくれるのであれば、我天下を統一すべく己を知らずして伊豆湖へとさまようか。誰が導こうと、誰が進もうと、誰が現れようと、己の進化を注いでみせよ。さあ、戦いの門を開け。そこに佇む一人の戦士よ、この道を信念で越えてみせよ。ありとあらゆる才能というものは己の体内にある分身。今こそ我が心中を一つに合わせ、
乱世を制してみせよ。お時を我が物にして我のもとへ勝利を呼び込んでみせよ。悪の化身グレートムタ出現。モブシが現れたのであれば、そのモブシただでは元へと返さん。今こそ戦場に入れグレートムタ。マーケティング部本部カスタマーサービス部長高井守様より選手権試合宣言です。さてこれよりは株式会社スパスカイパーフェクトコミュニケーションズコンテンツ事業本部高井守課長より認定宣言であります。認定書。この試合は PWF が認定するインターナショナルヘビー級 PWF ヘビー級並びに UN ヘビー級の三冠選手権試合であることを宣言する。2003年2月23日太平洋沿岸レスリング同盟会長スタン・ハンセン代表。続きましてチャンピオン高井守課長からの認定宣言でございました。そして今チャンピオンベルトが返還されます。三冠のベルト。さて、ゲスト解説の川田さん、はい、このベルト思えば約1年前川田さんが手にしたわけですけれども、はい、どんな今心境で見つめていらっしゃいますか。複雑ですね。こういう僕が締めたベルトが、はい、今ここにこういう風な形であるっていうのがちょっと複雑な気持ちですね、はい、さあそれでは両選手コールです。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。アウトがチャレンジャー30分世紀の一戦は全日本プロレスの和田恭平メインレフリーがさばきます。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負グレートムタ対橋本真也の一戦を実況でお伝えしてまいります。解説は菊池隆さん、長野景弘さん、ゲスト解説は川田信明選手、そして実況アナウンス私松崎敏夫でバイオレンスにお送りをしてまいります。さあ間もなく世紀のゴングが鳴ります。2003年2月23日日曜手元の時計では午後5時23分になるところ、決戦のゴングがこの北の丸公園の戦場日本武道館に届きます。今スタートしました。さあまずは先制攻撃、どちらが仕掛けてくるんでありましょうか。橋本真也、そしてグレートムタ、全日本と、そしてゼロワントップ対決であります。1965年7月3日岐阜県土岐市の出身、岐阜といえばご存知関ヶ原の戦いで知られる土地、言うなれば橋本の体内には勇ましく合戦の場を駆け回った信氏の魂が宿っているのか。さあ菊池さん、はい、まずはお互いが疑っている様子どうご覧になりますか。はい、まあ、橋本は、ね、一直線攻め込むかと思ったんですけど、やっぱりムタ、はい、のフェースにはまるのを警戒してるんでしょうね。はい、長野さん、はい、ドッキリ来ました。今のドッキリで武藤がですね気合いを入れた感じがしますがね。いやでもね本当にね、はい、この、まあ、久々の対戦というのもありますし、はい、武藤も前回までの武藤とは橋本が知ってる武藤とはまるっきりまた違う武藤になってるわけですよね、はい、だから橋本はちょっと様子を見ようというのもあるんじゃないですかね。なるほど、橋本は今の全日本を見て今トップクラスが戦っている選手の中に生え抜きの選手がいない、最後の砦としては川田選手が守っているんだよというそんなコメント。さあ川田さん、はい、橋本からそんなコメントがありましたけれども、はい、どうですか。どうですかね、うん、僕としてもまだリング戻ってきてないんで何とも言える状態じゃないんで、はいはい、またあのグレートムタ
まあ、今三冠のベルトをですね守って30代のチャンピオンになってますけれどもね、はいはい、まあ、このグレート・ムタの動き的にご覧になってレスラーからの目ではこのグレート・ムタは鎌田さんにはどう映られてますか。僕的に言わせてもらうと、はい、グレート・ムタっていうあのキャラクターより、武藤敬司に戻ってほしいっていうのが僕の気持ちですけど、なるほどね。鎌田俊明選手からそういったコメントがありましたけれども、さあ橋本真也そしてグレート・ムタ、今全日本も大変だけど俺ら旗揚げしてからの2年間は必死でやってきた、一丸となっている、結束力は全日本より上だという、さあ木越さん、はい、今、まあ、橋本真也の胸中そんなこともあるんですがね、もう来週はあの旗揚げの記念日の3月か、ここだけ日本国技館があるでしょ、はい、そこでも対抗戦ありますけど、はい、まあ、ここはあの大将首を取って、はい、ゼロワンの両国に三冠ベルト持ってくるからなと、はい、一昨日宣言したばっかりですからね。そうですよね、はい、はい、とにかくプロレス界の至宝三冠のそのベルトをゼロワンのリングに持って帰るぜというファンにそう豪語しました。橋本真也はリング内、そしてこちらはグレート・ムタであります。早くももうムタワールドにこの日本武道館をしてしまおうというんでありましょうか。グレート・ムタ、いや巧みにね、やっぱりね、はい、橋本のね集中力とか投手をね、はい、こう散らしてますよね、はい、グレート・ムタが何やら探しています。こういったことは1月13日大阪府立体育会館でのザ・グラジエーター戦でも見せました。さあグレート・ムタじっとその戦況を伺ってリングインを狙っている橋本真也は、ここで持ってオープンワーク、これはこんなにも動けるんだよというそんなことがありましょうか。橋本真也、橋本のデビューは84年の9月1日、武藤のデビューは84年の10月5日、過去2試合1勝1敗、92年9月23日横浜アリーナグレート・ムタムーンサルタで勝利、そして93年9月20日 IWGP ヘビー級選手権試合、橋本がジャンピング DDT で20分30秒ホールし勝利となりました。これが3度目の正直決着戦、しかしお互いに当時の立場とは今の立場全く異なっているわけであります。運命をかけて一か八かの勝負に出る、まさしく乾坤一擲でありましょうか。グレート・ムタ、ファンの前で誓った三冠のベルト必ず取って帰るぜ、果たして一連放棄できるか。橋本真也を振っておいて、これを全てしまいた三冠から戻ってグレート・ムタ、ここはひねりを加えてやることになります。橋本、浜田さん、はい、レスラーから見てグレート・ムタ、何かまだそのエンジン全開とまで言っていませんが、徐々にこう鳴らしつつある、そんな感じがしますか。そうですね、うん、あのまだ様子を見てる感じですね、はい、この2人がこの全日本のリングでこう戦ってるっていうのは、はい、なんか不思議ですよね。はあ、レスラーの浜田俊明選手からもね、そういった見方でもって王道そのリングを今見つめているわけなんですが、さあグレート・ムタリング下に降りました。早くもおっとリングサイドにいるファン、これはちょっと子供さん怯えてますよ。大阪さん、これ大阪でもありますよね。そうですね、はい、だからあの本当にね、こういう間のブツブツ試合を切られて橋本はね、嫌なんじゃないかな。そうですよね、橋本の一番嫌がることをやってるわけですよね。 あ、まあ、あとね、ムタになる前のムトと話をした時には、はい、あのとにかく橋本が知ってるムタは昔のムタでね、はい、橋本のファイトはそんな変わってないと思うと、技も、はい、ただ自分はシャイニングウィザードも身につけたし、しかもバリエーションもあるしね、昔と違うレスラーになってるから、はい、橋本が昔と同じイメージできたら、はい、あ、俺の方が断然有利だというようなね、はい、ことを言ってましたね。そうですか、同じ釜の飯を食ってきた者同士、それが団体の王さ、まさしく今の頂上決戦であります。橋本真也、身構える、そしてここは、あー、グレート・ムタ。鎌田さん、はい、今ね、大佐野さん、菊池さんからも話ありましたけれども、はい、レスラーとして、うん、橋本選手の気持ちになったら、いや、僕が橋本選手の気持ちになったら、これは一番、僕もあの一番避けたいパターンですよね。はい、ならば、これグレート・ムタがリングインした時に橋本真也の立場にもし鎌田さんがいらっしゃったら、はい、あまりこうね、速攻で早くこう突っかけていってもどうかなというところですが、はい、肝心なところでかわされちゃうんでね。あ、橋本熱くなってますね、はい、一気に行きたいんでしょうね。あ、やる気なされたもんな、はい、どんなこの試合結末が待ち構えているのか。
グレートムタがこの三冠のベルトを死守するのか、あるいは橋本真也がそのベルトを取って団体流出ということになるんでありましょうか。追いかけましたね、もう我慢できないですね。はい、ここは橋本真也が毛先に追ってまいりました。追ってって、そしてしかし橋本が振られた。橋本真也がバックボーンのあたりをフェンスに激突させられてしまいました。ゼロワンのセコンド、でも今ね、はい、大丈夫でしたかね、踏み台が崩れちゃった、踏み台崩れてね、ちょっとバランス崩れましたよね、はい、今日はこの会場ゼロワンのセコンド陣もおります。星川直弘、道後夢二、さらにはゼロワンの日高、山笠、そういったあたりがリングサイドセコンドとしてこの来場しています。椅子を取りました、グレートムタ、椅子を取ってその椅子を振りかざすのか、いやしかしここは少し前を取ってグレートムタ、椅子を橋本真也に思いっきりぶつけようというんでありましょうか。橋本真也はご覧のように今エプロンからリング下を迫っている、椅子で持って一撃、グレートムタ折りたたみ椅子じゃないですからね、はい、あーと橋本真也流血、額を切りました。昔はね、あの膝に凶器を忍ばすのニードロップとかね、はい、結構橋本に対してねすごい攻撃ムタをやってましたんでね、はい、あの今日も何やるかわからないですね、はい、そうみんなに見えるようにわざと凶器入れたりしてたもんな。そうですね、はい、橋本真也ご覧のように流血、ゼロワンファンの皆さんは見たくない光景であります。そして今髪を掴んでいって本部席に叩きつけた、その本部席には3冠のベルト3本目があります。おっと、ここはマイクを見せた、マイクを掴んだのはグレートムタであります。川田さん、はい、レスラーとしてこんなにもグレートムタのペースになりますとですね、どこでもってその切り返しているのがタイミングつかめない、それはもうまさしく苦戦ですね。そうですね、これは独特の攻め方ですよね、このグレートムタ選手は。はい、こうなってくるとちょっと返すのは難しいか、噛みついています、グレートムタ。そしてまたわーっと喉元のあたりをマイクのコードで持って、さらにはペンで、ペンで橋本真也の額を、まあ、これね、ブスリブスリさせている。ムタとはいえね、ゼロワンファンはそうですけどもね、はい、全日本ファンも複雑かもしれませんよね、ここまでやるとね。そうですね、リングの上戻ってほしいですね。はいはい、さあ川田さんとそのこの武道館で対戦して、まあ、今日はグレートムタですけれども、武藤敬司として1年経ちました。やっぱり1年経ってからその武藤敬司としては随分変わったなというのは川田さんお感じになられますでしょう。このグレートムタの試合をね、こんだけ近くで見るのは初めてなんで、はいはい、場内からはムタ、さらには橋本コールも起こっています。生中継でお送りしております全日本プロレス2003エキサイトシリーズの最終戦、そのシリーズのタイトル同様エキサイトしています。両選手じっと見つめて、グレートムタ手刀を落としていきました。手刀を落とすのは橋本真也の18番なんですが、今10分を経過しました。さあ橋本真也流血、出血量多いですね、はい、ここはゼロワンというその団体の意地をかけて大将橋本真也悠然とムタに向かっていってほしいところ、しかし今現在はムタワールド、グレートムタ、俺が勝ったらゼロワンをこの全日本の傘下に収めると語っています。そうなってしまうと菊池さん、これも大変なことになりますね。そうですね、ゼロワンとしては、まあ、破綻記念に控えてるんですから、はい、そこをなんとか成功させたい、はい、それためには三冠をベルトを持っていくのが一番いいと、はい、ということでこの踏み切ったんでしょうけどね、はい、3月の2日日曜日、ゼロワンは東京ドーム国技館で橋本大谷組対武藤嵐組というマッチメイクが今現在はありますけれども、長野さん、そこがどうなるかですね。すごいですよ、この締めるたびにね、血がバタバタバタっとね、ムタのリストのに手首に落ちるんですよ、橋本の、はい、まだ血止まってませんね、これね。その中には長野さん、汗と涙も加わってますよね。そうですね、あと怒りですね、はい、そして今、サードロープにエスケープしましたグレートムタ、
これだけグレートムタノ、その悪の化身グレートムタノ、波状攻撃をかけられております橋本真也。兼任不罰といったところ、しかし全然止まらないもんな。そうですね、ちょっとドクターも気にしてますね、うん、はい。さあ全日本プロレスのドクターもちょっと気にしている。あまりのその大流血にレフリーストップとならなければいいんですが、橋本真也目がちょっとうつろうか。そしてまた噛みついた、グレートムタ悪の化身がその橋本真也に噛みついている。何かこの光景を見ますと、菊池さん、同年の名選手フレッド・グラッシーが噛みついてる感じしますね。グラッシーの噛みつくよりもこのグレートムタの噛みつくの方がもしかしたら効力があるかもしれません。川田さん、はい、レスラーからしてね、この流血させられた、はい、さらにはそのスタミナも徐々に奪われつつある、はい、もう次どういう風にいっていいか策っていうものがこれ浮かばないんじゃないですか。そうですね、あの、うん、この切れた箇所が痛いとかそういうことよりも、はい、あのやっぱ精神的なものもありますしね。あ、しかし蹴りは出返した、橋本真也。ゼロワンファンが橋本真也の後方から声を送っています。もちろんテレビの画面を通じてゼロワンファンの皆さんも声を送っている。橋本ハイキック、さあ橋本のハイキック、グレートムタ尻餅をついた、顔面真っ赤、真っ赤に流れる己の血を大流血となっている橋本真也。線から打ち上がるか、しかし効力はどうか。いや、これだけ、はい、あの流血してるとあの前も見にくいと思います、ね。まあ、当然のこと川田さん、やっぱり前こう前方が見えなくなりますとね、はい、レスラーとしては次どういうふうに踏み込んでいったタイミングも測れませんからね、はい。そしてグレートムタ前を取ります。フェンスの外に出ました。ファンの方、いやいやいや、ファンの方の椅子を取りました。またしても日本武道館の椅子を取った。吉さんが先ほどおっしゃったようにこれは折りたたみじゃないんで受けるのも大変でありますが、渡り振りがそれを制作。あっと渡り振りがユートロのコーナー付近、足元の蹴り技、足元の左からのハイキック、顔面真っ赤であります。クマドッキリ、これぞまさしくクマの精髄、毒切りを来ました、グレートムタ。完全に目つぶしですよね、はい、その上に今度ドッキリですもんね。橋本真也全く前方が見えません。崖っぷち立たされました橋本真也。ゼロワンのトップは沈んでしまうのか、新日本のウィザード抑え込んでいった、勝ちました。かわしていったぞ橋本真也。ゼロワンが白旗を掲げるか、さあ飛んでいって、カウントは2カウント、カウントは2カウント。川田さん、レスラーとしてあとはもう気が持つだけですか。そうですね、精神力だけだと思いますね、はい。橋本真也完全に息が上がっています。一方グレートムタはご覧の表情、息などは上がっていません。それは当然のこと、自らのペースで試合を運んでいるからです。シュミットから悪の化身が飛んでった、かわした、かわした、かわした。さあもうゼロワンのセコンド陣営、青コーナー下で祈るような気持ちで見ています。あの無駄ね、膝を気にしてるよ。三冠のベルト、全日本プロレスの司法、これを守ることができるか。さあ、ベスト DDT、橋本真也、白旗は掲げずして、相手を撃沈させるか、橋本真也、ゼロワンの意地が今、炸裂。ちょっとねすっぽ抜けましたけどもね、今の切り返し見事でしたよね、はい。さあご覧いただきましょう、うまく切り返しましたグレートムタ。今の食ってたらねもうやられてましたよね、はい。さあ
クグモが勝利を確信したのか。足元深夜にシミット、さあサイド飛んでくるぞ。アクロケシン展開から飛んできた。ムーサント抑えた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 。カウントバックカウントバック。ムーサント2発やって抑えていないとちょっと苦しいな。はい、デプレイしてみましょう。川原さん、はい、まあ、同じような質問になりますが、もう橋本前方も見えない、そしてまたどういうふうに行こうか策もできない、全くつらいところですね。ずっとこれ、ムタペースなんですよね、はい、でもこのムサルト2発いって、はい、それで返されちゃうと、今度は逆にムタの方がきつくなっちゃうと思うんですよね。川田さんならば、あそこでもってやっぱり返しますね、どん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 返して返して、そしてその中で自分のペースをつかむと。まだ橋本選手は1回もペースつかんでないんですよ。ペースをつかむか。足をこれは払った。水面がいいですね。はい、あれ逆に綺麗に決まらない方がこれ、はい、効く時あるんですよ。そうなんですか。スパンと倒れちゃった方が、ね、倒れた方がまだいいんですけど、こういう風に決まった時の方が逆にもう膝いくんですよ。そうですか。崩れてる、折れて崩れてる感じですね。石本慎也三冠のベルト、おととい後楽園ホールゼロワンの興行、ファンの皆さんに絶対にゼロワンのマットに三冠のベルトを持ってくるぞと語りました。その夢が雲散霧消と消え去ってしまうのか。しかし橋本片方の腕を掴んでいった。橋本さあポジションがいい、ポジションがいいんですがどうか。グレートボタンを押してくるんですか。嬉しい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 。三角ボタンを押してくるんですよ。橋本慎也ペースを掴んで来るか。気合揺れた、2回気合揺れました。橋本慎也ロープの反動にして徳川に制裁。いや、グレートムタが立っている。グレートムタがドッキリはブロック。初めて橋本選手これだけ近くで見ますけど、これだけの体で動けるっていうのがすごいですね。そうですか。ゼロワンの意地をかけた。ハイキック。さあ来るぞ。橋本選手が。武藤圭司で取り返すか、あるいは川田としては取り返すか。今のコメントで川田さんいかがですか。そうですね、このベルトは移動しましたけど、グレート・ムタは負けたけど武藤圭司は負けてないと思ってますんで、はい、僕的には、はい、この橋本選手に移りましたけど、
これからグレートムタっていうキャラクターはもうやめてほしいと思います。僕はムタをケージで繰り返してほしいと思います。はい、大瀬野さん、はい、全日本プロレスファンの皆さんが絶対望んでいなかった他団体ユース決定、橋本、はい、ちょっと行きましょう。よかったらチャンピオンになるで、次は俺が挑戦しちゃうとバカやろ。小島が名乗りを上げました。さらには嵐が乗ります。次は小島じゃねえ、俺が取るよ。さあ何か三冠の挑戦権奪い合いというシーンが生まれてますかね。嵐がアピールするなんて珍しいな。そして今3つのベルトがスカイパーフェクトコミュニケーションズ高井課長山本プロデューサーから送られました。これでゼロワンにこのベルトが流出、全日本から見ますと他団体流出決定しました。馬場さんありがとうございます。小島、嵐、お前ら笑ってんの今のうちだぞ。みんな叩き潰すぞ、こら。全日本プロレスファンの皆さん、今画面を見つけてどんな心境ですか。そしてゼロワンファンの皆さん、どんな心境で見つめているんでしょう。そして浜田選手、はい、率直な今のお気持ちいかがですか。あ、もう映っちゃったんでね、ベルトがね、はい、そのベルトの価値を下げないでほしいと思います。はい、浜田さん、全日本プロレスのファンを私などが代表しているのはおこがましいんですが、このベルト、なんとか今年の春、鎌田さんが巻いてくれませんかね。どうでしょう。そしてゼロワンの橋本はしやったりという表情。それでは見事31代三冠ヘビー級王者になりましたゼロワン橋本慎也選手にお話を伺いたいと思います。橋本選手、見事グレートムタから三冠を奪取したわけですが、今の心境を一言お願いいたします。敵なんかにインタビューしちゃダメだよなあ。そんなもんじゃないだろうよなあ。まだまだこれが終わりではないと。おい、どんどん来いや小島、嵐、武藤圭司。では、三冠王者橋本慎也にとってはこの3人がまずは挑戦して必ず叩き潰すということを宣言するということでしょうか。誰でも構いません、はい、しっかりとしっかりと預からせてもらいます。おっす。以上、第31代三冠ヘビー級王者ゼロワン橋本慎也選手でした。川田さん、橋本が今お聞きの通りのコメントをしました。その中に川田さんの名前はありませんでした。さあ川田さん、はい、今のコメントを聞いて腕の内を聞かせてください。いや、ベルト早く、前の時もそうなんですけど、はい、ここの全日本のリングにあって当たり前のベルトなんで、はい、少しでも早く、戻したいという気持ちですね、はい、でプロレスそれだけ甘くないんで、はい、僕にすぐ取り戻せって言ってもそれは無理なんで、うん、時間かけて考えたいと思います。そして川田さん、次回この日本武道館は4月の12日ということですけれども、はい、全日本プロレスが100回目の興行になります、はい、そこに川田俊明の姿見られませんかね。そこに戻ってこれるように今頑張ってます、はい。
ベストのコンディションでまた川田さんがこの王道マットに登場することをファンの方はもちろん願っていると思います。川田さんが今橋本の表情をぎっと見つめています。さあ解説のお二方にもお話を伺います。菊池さん、はい、川田選手がね、はい、一番もどかしい思いしてると思いますよ。俺がって今言えない立場ですからね、やっぱり一番気の毒というか、はい、言いたいことを言えないというのは一番やっぱり気の毒ですよ、はい、もう言いたいことを言えるようになって早くやってほしいですね。大佐野さん、はい、まあ、こういった結末になってしまいました、そしてまた川田さんから今ね、力強いコメントもありました。大佐野さんはそうですね、今事実をどういうふうに捉えていらっしゃいますか。勝負は勝ち負けしかないわけですから、はい、当然あのムタが防衛する場合もあるし、はい、橋本が勝てば橋本がベルトを持っていくという、はい、その橋本が勝ったという結果が出ただけであってね、だからあのこれからじゃあ全日本のレスラーがね、はい、どうやってこのベルトを取り戻すか、はい、そして橋本はやっぱりこの三冠の価値を分かってる男ですよ。コメントを聞いてもね、はい、彼がまたどういう三冠の歴史を作るか、はい、もうそれを我々は見ていくしかないんですよね、はい、まあ、その三冠のベルトの歴史じっとファンの皆さんは見ているわけなんですけれども、いやまあ他団体に流出してしまったこのファンの皆さんの気持ち、まあたびたび川田さんにはお話を伺ってしまいますけれども、やっぱり、橋本選手やっぱ敵なんですけど、新日本に行った時よりも、今日この全日本のリングで戦ってる姿の方が生き生きしているように僕は見えたんですよ、はい、だから敵のことを褒めるのはおかしいんですけど、はい、そういった面ではこの全日本のリングっていうのはいろいろこれからはあっていいんじゃないかと思いますし、はい、僕も早くここに帰ってこれるように頑張ります、はい、今の力強い川田さんのコメント、菊池さん、はい、全日本プロレスファンの皆さんにしては本当にもうね、そうですね、心に来るコメント、それでコンディションを戻して三冠王に感覚すると、はい、次の言葉を待っていたいですね、はい、大佐野さん、はい、本当にもう何かもう気持ちの方がね、早くあの橋本がね今ゼロワンに持って帰ってしまったベルト、やっぱりこの王道マットにすぐまた戻してほしいっていうのありますよね。そうですね、でやっぱり誰でもね、はい、じゃあ誰が取り戻すかって言ったら川田選手に取り戻してほしいと思うんですよ、はい、ただね思ったのはリングで橋本選手が、はい、高層席に川田選手いるのは分かってるはずなんですよ、あえて名前を挙げなかったのは、はい、あの川田選手の状況を分かってるからね、はい、あえて名前を出さなかったと思うんですよ、はい、そういう意味じゃかなり意識してると思いましたね、はい、予想攻撃せんと頭やっときゃ出血されるようになってやったのに、獲物なんだよこれは、みんなの共通の、俺らも心入れ心して後かかんないと、パフォーマンスだけじゃ勝てねえぞ。はい、というわけでもうまさに死闘となりました。最後橋本真也選手が垂直落下式 DDT でグレートムタ選手を仕留めました。胸がいっぱいでね、言葉が出てこないんですけども、本当に激しい試合、流血のね、毒切りの中、最後ですね橋本真也選手が、シャイニングウィザードを決めて、その流れで最後垂直落下式 DDT を決めると、もう完璧な、流れだったかなと思います。そしてねやっぱりこの2人、グレートムタ言ったらもう武藤敬司と橋本真也という存在がですね、ここまでこのキャリアの脂が乗った状態で試合したという
というところがね、もう本当に希少かなと思いますね。今も武藤敬司選手は現役で試合されているわけですけども、引退ロードが見えた中でですね、考えるとやっぱりこの当時まだまだ若い2人が脂の乗った状態で C を消したというところのその貴重さ、皆さんであればよくわかるかなと思います。もうこれ以上ないね、第100回の、試合だったんじゃないかなと思います。はい、来週はこちらの試合をお届けいたします。2006年8月27日両国国技館で行われた長谷博引退記念特別試合、長谷博、小島聡、中島克彦組対タル、スワマ、ブラザーヤッシー組の一戦です。ちょっとさすがにね、いきなりあまり関心がない試合してももったいないと思うのでね、それなりにいいカードを持ってきたなという、自負はあります。長谷博選手ですね、新日本プロレスから途中全日本プロレスに移籍すると、全日本プロレスにおいてはタイトルにあまり絡んでこない選手でした。しかしですね、全日本プロレスにおいてはこのスカウトだったりとか、その中でスワマ選手が全日本プロレスに来てくれたりとかいうね、影の功労者でもあったわけです。その長谷博選手を華々しく引退させようということで、この試合が行われることになります。はい、というわけでね、第100回の配信を終えたわけですけども、この後も皆さんと直接お話できればと思いますので、久しぶりにね、皆さんとライブでチャットトークできればなと思っております。お時間あればぜひそちらまでお付き合いください。はい、というわけで次週の試合もお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。